会社ロゴ、オープニング、幕開でも、イベントなど、ゲームをしていない瞬間はいろいろありますが、これ必ずスキップできるようにしましょう。可能な限り絶対、できればまとめて。作り手としては気合の入ったデモを見てもらいたいかもしれない。お話を飛ばされると意味がわからなくなってしまうことを心配するかもしれない。だけど、たとえそのセーブデータがなかった場合においても、その人が初めてそれを見るとは限りません。映像作品などで部分的に早送りやスキップができないとか、不便そのものだと思います。ゲームは同じ物差しで測れるものではないですが、とにかく飛ばせるところは飛ばせるようにしましょう。ロゴなどはガイドラインや規定で飛ばせないようになっている可能性もありますが、そんなの今時流行りません。そのガイドラインを決める人も飛ばせることを前提で、設定して差し上げるのが良いと思います。実機デモはセリフ単位で飛ばせるようにしているのが主流ですが、これはムービーなどにも適用できたらするのが良いと思います。またムービーの場合、必ず止められるようにしましょう。未だにムービーを止められずスキップしかできないという場合はあります。だけどそれは今風ではありません。電話がかかってくるとか、来客が訪れるとか、ご飯ができたとか、手を止める事情は山ほどあるので、デモやムービーの最中でも任意に止められるようにしましょう。オンラインのゲームの進行だけはまあ仕方がないこともありますが、それは別の話。ゲームをしていない時、それを見せるものは必ず飛ばせるようにしましょうということを押しておきたいと思います。私がここで押しておけば、飛ばせないゲームが将来的に少しは減るかもしれないですしね。